真っ盛りですね。まあ、暑いのでお出かけするときは熱中症などに十分気をつけてくださいね。そして今日はですね、お部屋を涼しくして皆さん公募にチャレンジしましょう。賞金や商品をゲットして懐は熱くしましょうね。外出しないようにしないと体調、あと体力が本当心配になってきちゃいますもんね。さあ今日の達人の道は涼しくした室内からお届けしますよ。さあ天の声さん、はい、ご覧いただいている皆さんと私がチャレンジしたくなるような公募情報今日もお願いしますよ。承知いたしました。では、うん、生活に密着したこの川柳からスタートです。そうなんですよ。長く長く公募の達人放送していますが、なんとですね、この税金川柳ただいま2つの団体が募集してるんです。え、こんなことってあります？あるんです。あ、初めてかも。はい、まず1つ目なんですけども、はい、税をテーマにした川柳コンクールということで当たり前ですが、うん、主催は公益社団法人板橋法人会、板橋です。はいはい、板橋と言いながら全国の方からまあご応募を受け付けているので、このご覧になっている方はね、はい、どなたでも応募ができます。うん、はい、板橋法人会ですね。うん、締め切りは9月30日というコンテストです。はい、それともう一つ、うん、同じく東京ではあるんですけども、はい、主催は武蔵府中法人会。あ、西エリアだ今度。そうなんですよ。うん、税金の大切さを考え正しく理解してみんなで築く豊かな社会を目指しましょうということで開催しています。うん、こちらの締め切りは8月の31日なんです。ちょっと時期がずれてるんですね。そうだね、時期はずれてるけど、まあ同テーマで募集中と、珍しいところなんです。うん、なのでエミさんには考えていただきたいんですけども、はい、川柳は2つ考えるというよりもちょっと今1個ね、これぞっていうのを考えてほしいんですよ。税金のおかげでね、はい、私たちは生活できていますから。そうですよね。はい、そうだし、いろんな公共事業だったりとかを支えたりとかもしてますし、ね、本当そうだよ。今歩いてる道だって、うんうん、まあ、本当にねちょっとしたことって全部税金で成り立っているわけ で、うん、はい、きちんと税金を納める立場にある人には、はい、やっぱりね、表に出る限りは、うん、きちんと払ってくれよと。例えば、うん、いろんな道路だったりとか公共事業だったりも私たちの税金で作られてるって、うん、ということはですよ、はい、見渡せる税で叶った夢未来。おお、だってそうだね、新しい道であったりとか新しいなんか公共事業の真新しいものだったりとか今までの私たちの未来全部納めてきた税金で、そうだよ、こう未来が作られていってるわけじゃないですか。確かに目に見える植える、ね、構造物もそうだし、そう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 、教育もそうだし、そう、そうですよね。そうだよね。うん、だから私たちが今払ってる税金っていうのはこれからの未来もまた夢とか未来とか作っていくっていうふうに考えるとどうでしょう。僕たちの後の世代の人たちにもね、十分そうやってきちんと受け継いでいったりしなきゃいけないわけですよ。うん、子供は税金ね納めてる超人気子役タレントはいるかもしれないけど、けども多くの人たちは税金を納めてない。 その子たちが大人になった時に、うん、やっぱりきちんとね、そう、整備されたり整ったりしてるといいですよね。ですよね。はい、いや、うん、素晴らしいですよ。でこれ結構いい出来じゃないですか。めちゃめちゃいい出来ですよ。由美さん本当素晴らしいし、これいい出来だからって2つに応募するっていうのはまずい。どうした、まずい、ちょっと欲が、今あんなにいいこと言ってエミさんのことを褒めたたえたのに、うん、欲が出てきちゃってまずい。やっぱ一つにしろとか言って、そうですね、でもね、そうだね、うん、そういう人もいるかもしれない。今回このコンテストを知った人だったり、ね、どこかで情報を検索した人は両方同じ時期にやってるから出来がいいから両方応募しちゃえと、いるかもしれないね。そうだよね。でもこれって、主催者のね、うん、チェックが大事なんですよ。うん、だからこれってダブルで受賞してないかなとか応募してないかなとか、あるいは過去似たような作品がないかなっていうようなチェック、ネガティブチェックっていうんですけど、これは主催者に任せるしかないですよね。まあこちらはね、そう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 。でも
その前にそもそも応募者の方のモラル、うんうん、これも大切なわけですよ。あ、モラル、モラル大切です。だから両方応募して両方取っちゃった時、あ、ね、これ問題になるわけですよ。いや、遺跡委員長じゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういうことじゃないね、はい、多分ね、いろんなものを失ってしまう、逆に、まあ、締め切りのこともあります。そうね、8月の30日と9月の、そう30日なんですよ、うんうん、で、あ、賞言ってなかったですね。あ、そうだそうだ、はい、あの板橋の、はい、川柳なんですけども、うんうん、これはあのすごく大、なんていうかな、賞の数が多くてですね、はい、板橋区長賞、うん、板橋区教育委員会教育長賞、うん、板橋税務署署長賞、うん、板橋法人会会長賞、この4つがすごいな、まあ、いわゆる最優秀賞と言っていいのかな、うんうん、JCB のギフトカード3万円分、うんうんうん、で講演団体賞や特別賞なんかもあったりして、うん、賞が多数です、はいはい、でこれ締め切りが9月30日ですね、うんうん、そして武蔵府中の方は、はい、最優秀賞1点が5万円です、うん、おー、こっちはプラス2万になった、はい、うん、で優秀賞10点が1万円です。あ、なるほどなるほど、最優秀賞としての金額が多いのは武蔵府中の1点の5万円、うん、でも3万円で4点最優秀賞的なものがもらえるのは板橋の、税金川柳です。だどっちを取るかですよね。自信がある人は最優秀賞の5万円の武蔵府中に行けばいいし、うん、そうだね、やっぱあの小刻み刻んでいきたい人は刻んでいきたい人は、うん、あ、どっちにしようかなって言って最優秀賞選ばれてるか漏れちゃうかより、そう4点ある3万円、そうそう4点ある3万の板橋に行くか。だからなんかゴルフみたいですよね。刻んで刻んで乗っけていくのか、それとももう一発でもう飛ばして、うん、もうね、乗っけていくのか、どっちかですよちょっとその例え僕はまだ天の声理解できておりませんが、そういうことですよ。そういうことなんですよ、はい、つまり、うん、エミさんだとどっち？私どっちかというと刻んで刻んで、うん、小刻みに乗っけていく方なんで、やっぱ板橋かな。エミさんは板橋派はい、はい、あなたは何派？お知らせの後も公募情報満載です。さあ、室内なんで涼しくて頭も冴えてますよ。続いての公募は、いや本当に最近ニュースで交通事故もいたたまれないニュース、毎日のように耳にしたり目にしたりしますよね。なんだろう、このところ目につくのか、交通事故のニュースが多い、うんうん、多いですよね、はいはい、一般社団法人全日本交通安全協会と毎日新聞社が、まあ、中心となって交通安全運動の一環として交通安全年間スローガンの募集を、半世紀以上にわたり続けています、はい、あのね、ちょっと調べてみて、はい、おおって思ったんですけど、うんうんうん、1966年から募集を始めているわけです、うん、すごいですね、それって、はい、でその最優秀賞が翌年の1967年に使用されたんですが、その最優秀賞作品が、うん、飛び出すな車は急に止まれない。え、それ今も使ってません？はい、え、すごい、50年以上前に最優秀賞をね、うん、取ったこの飛び出すな、うん、車は急に止まれない、うん、すごっ、今もだ。これが、うん、一番最初の交通安全年間スローガンだったんです。だって今でも普通にその標語というかスローガン目にしますよ。これすごいね。いや、すごいすごい。もう一つ見つけちゃいました。1973年、ひみ、うん、さん生まれてませんよ。まだ生まれてない。の最優秀賞作品は、はい、狭い日本、そんなに急いでどこへ行くあれ、これどっかでなんか今でも聞いたような、聞くじゃないですか、聞く、うん、今回は一般部門 A、はい、運転者へ呼びかけるもの、はい、一般部門 B、歩行者自転車利用者へ呼びかけるもの、うん、そして中学生以下へ交通安全を呼びかける子ども部門、この3つあります、はい、一般部門 A、 先ほど言った
ものなんですけども、はい、運転者に呼びかけるものっていうのは、うん、どなたでも応募可能なんですけども、うん、交通ルールの遵守と運転マナーの向上、うん、飲酒運転の根絶、はい、後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用、うん、前照灯ヘッドライトねの早めの点灯、夕方から明るい時間つけましょうと、で、そして高齢者の交通事故防止、うん、これ今割とね問題になっております。はい、一般部門 B というのは歩行者自転車利用者へ呼びかけるもの、これもどなたでも応募結構でございます。はい、交通ルールの遵守とマナーの向上、いろいろありますね。夕暮れ時、うん、夜間における交通事故防止、なかなかね自分は見えてても相手から見えてこないっていうのもあります。そうなんです。そして今特に注意を払っている、力を入れているのは自転車の安全利用、うん、この自転車の安全利用というのは、まあ、最近特にその標語の中でもぜひ皆さんで、ね、考えてくださいと言われている、事案です。はい、さあ応募なんですが、はい、応募用紙を事前に、毎日新聞社のホームページからダウンロードしてください。はい、必要事項を漏れなく記入いただければ、うん、はがきと同程度の大きさの用紙でそのまま応募もできるんですけども、はい、まあ、ダウンロード用紙を使っていただければなと思います。郵送になるんですか？郵送なんです。はい、はいはいはい、で応募用紙を、まあ、手に入れたらですね、はい、応募部門や先ほど言った重点テーマの番号ですね、一般部門 A とか B とか、でスローガン1点と住所、氏名、生年月日、職業、電話番号を明記して、ご覧の毎日新聞社事業本部交通安全年間スローガン係まで送ってください。はい、締め切りは9月30日です。 OK です。さあ気になる賞、うん、あ、そうだ、ここまで喋ってきたのには理由があるんです。何？賞がすごいんです。何内閣総理大臣賞。いきなりすごいの来たな。はい、最優秀賞作品のことですが、はい、各部門1点ずつありますよ。賞状、うんうん、と、まあ、これはどっちみち、ね、まあまあ、もらってもらわなくてもいいですが、まあそこはちょっとそう、はい、まあ、流しましょう。はい、賞状、はい、と賞金10万円、うん、来ましたよ。ゼロが1個ついちゃったね。はいはい、内閣府特命担当大臣賞、うん、各部門1点、うん、賞状と、うん、賞金3万円。はい、はい、そして警察庁長官賞、うん、優秀賞作品に当たると思います。各部門1点、賞状、うん、と賞金3万円。お、はい、そして全日本交通安全協会会長賞、佳作、うん、的な感じだと思います。はい、各部門数点、賞状、うん、と賞金5000円。ほう、はい、5000円。はい、子ども部門には同程度の賞が用意されていますが、現金というわけにいかないので、あ、まあ、そうですよね、ギフト券だったり図書券だったり、はい、っていうことだと思います。うん、今回はちょっとこの前本当にキンキンにあったヒヤッとした場面のことを思って、ちょっとスローガンにしたためると、スローガンにしたためます。はい、ながらダメ、スマホイヤホン事故のもと。本当そうだよね。あのね、自転車だったんですよ。甲州街道走ってたんです。で甲州街道って結構ね、うん、車幅っていうか車道が狭いんですよ。で隣自転車走ってたんですけど、うん、まず信号で止まると、その自転車は今度は歩行者と同じルールで行くんですよ。で今度ここ脇通れないと思って止まって、ふと見たらスマホをいじりながらイヤホンしてるんですよ。本当に、うん、いるよ。でも本当にびっくりしちゃって、でそれでまた走り出したんですよ。うん、と思って、もう一瞬窓開けて、ねえねえねえって言おうかなって。これで例えば正しく運転して、車運転してた方がもし接触したら、これ車側も悪いってもちろん、ね、なるんですよ。はい、なのでお互いにちゃんと交通ルール守りましょう。あと命を本当大事にしてくださいって。本当そうなんだよね。車の運転者じゃなくて、今度横断歩道を渡ってる子供とかいて、うん、その子供とかの危ないとか、親御さんのわーっていう声でね、例えばそうだ、ね、ブレーキかけて事故を防げるってこともあるんでしょうけど、イヤホンしてたら分かんないから、その防げるものも防げなくなっちゃうもんね。本当そうなんです。エミさんがおっしゃったみたいに、自転車って、うん、とっても便利な乗り物だと思うんですけど、うんうん、時に都合よく車と同じ、時に都合よく歩行者と同じみたいな、うん、都合のいい時だけね、歩行者、都合のいい時だけ、まあ、車みたいな、やっぱりここマナーしっかり守ってほしいですよね。本当そうなんですよ。お知らせの後もワクワクするような交付情報満載です。あ、天の声さん、はい、そういえば天の声さんと蒼井優さんと結婚してんですよね。それはね、天の声違いだね。いやでもあれ、天の声こっちなんですけど、うん、僕ね、この天の声ってね、うん、2005年からやってるわけですよ。そうですね、こっちはこっちが本家
そうですよ、こっち本家ですよね。本家天の声、はい、あのスッキリの天の声さん、青ゆいさんと結婚された天の声さんは後なんですよ、随分。あ、そうなんですね。いいですけどね。なんだ、あんな素敵な方と結婚したんだと思ったのに。ねえ、青ゆいさん、僕もねタイプですよ。ね、素敵な方ですよね。青ゆいさんもタイプなんですが、今から、うん、なんと、うん、素敵な女性が登場してくださいます。お、皆さんこんにちは、水木奈々です。私の大好きなふるさと愛媛県が全国から笑顔あふれる感動エピソードを募集し、今回2496作品ものご応募をいただきました。愛の顔と書いて笑顔、とっても素敵な言葉ですよね。それでは平成30年度一般の部自衣賞に選ばれました作品をお届けします。一般の部自衣賞、あんまり似てないな。生原正則。父が子供好きを公言してたので、近所の赤子持ちの母親たちがほとんど勝手に私の家に。自分が出かけたい時は赤ん坊を置いて行くようになった。父と母は働いてるので、一番早く学校から帰って家にいる17歳の私に赤子を押し付けて行くのだ。隣に住む医者の娘の安子ちゃんの子守が一番手こずって、とにかく抱いたりおんぶして歩き回らないと泣きわめく。ベッドには置けないのだ。大変ばかりではたまらないので、ある時楽しみを覚えた。安子ちゃんに甘いペロペロキャンデー舐めさせた後、レモンを舐めさせる。すると今まで笑っていた顔が酸っぱいという顔をする。またキャンデー舐めさせるとものすごく可愛い顔で笑う。その笑顔と酸っぱい顔の対比が見たくって何度も繰り返した。今から思えばひどいことをしたもんだ。後悔しきり2年ほど経って、私の家も安子ちゃん一家も別々の土地へ引っ越した。62歳の時、私は背中と腹のたびたびの激痛に見舞われた。胆のう炎という診断で、薬で胆石取れないかと薬ばかり飲んで逃げ回っていたが、とうとう命の危機レベルに悪化して手術をする羽目になった。担当は病を初めから見てくれていた女医で、手術室に入ると頑張りましょうねと言ってくれた。10秒くらいで麻酔が効いて眠りに落ちると、5分くらいで女医の声で、大丈夫ですか、起きてくださいと体をゆすられて起きた。自分では5分眠ったと思っていたのだが、2時間30分ほど経っており、手術は終わって私の胆のうはなくなっていた。女医に、お世話になりましたと言うと、女医は、私も赤ちゃんの時はお世話になりました、隣のお兄ちゃん安子ですとにっこり笑った。46年の歳月飛び越えて一気に思い出した。女医さんの名前、初心から聞いていたはずなのに、病気のことで精一杯で思いつかなかったのだ。赤ちゃんの頃の笑顔とあんまり似てないなと言うと、当たり前ですと言われた。おかしくて大笑いしたら、傷口がかなり痛かった。あれから1年、
安子ちゃんのメスで私は元気だ。愛の顔と書いて笑顔、私ももっとそうなりたいな。はい、本当に水木奈々さんありがとうございました、うん、笑顔のねコンテストの発表をしていただきましたけれども、ただいま次回の笑顔のコンテスト、うん、これを募集しております、はい、部門は2つ、笑顔の写真ですね、はい、過去の入賞作品こんなのですよ。皆さんいい顔されてますね。いいですね、はい、そして、感動物語のエピソード部門、こちらの方は先ほど水木奈々さんが発表していただいたような作品、うん、心温まって笑顔になる、うん、はい、そんなエピソードが、たくさん寄せられています、はい、今回も募集中です。もっと笑顔になる賞のことなんですが、あ、これ笑顔になりますね、はい、一般の部知事賞1名には賞金10万円、うん、わー、満面の笑み。特別賞、うん、お、何、賞金10万円、え、同じ、え、すごい、はい、すごいね、優秀賞 3.5 万円、はい、いや、ちょっとすごい笑いから驚きに変わってきた。でも笑顔になってください。あ、わかりました。入選5名には賞金3万円、うん、すごい。その他賞多数です。いや、これ応募しましょう。で、写真部門の賞は何ですか。はい、こちらはですね、うん、知事賞と白川特別賞、うん、川原特別賞というのがあって、それぞれ賞金10万円、ちょっとすごくないですか。3点あります。要は賞金10万円か、で優秀賞3点には賞金5万円、入選5点には賞金3万円など賞多数です。わお、写真部門もすごい笑顔になっちゃいますね。いや、もうなんかちょっと本当にニヤニヤしちゃいますね。ちょっと やらしくなっちゃうからあれだな。いやいや、ニヤニヤしていいのが今後の達人です。締め切りは8月の22日です。お、はい、まだちょっと時間ありますね。そうですね。でもなんだろう、家族のこととかを考えたらね、笑顔になれるし。そうですよね、うん、はい、笑顔感動物語で検索して応募要項などを確認してください、はい、さあ、今日も公募の達人をご覧いただき皆さんありがとうございました。公募にね、興味を持ってもらえたらですね、ぜひ公募ガイドオンラインでたくさんのね、公募載ってますので、ぜひそちらもチェックしてください。他人思いの優しい君だからこそ僕はとっても心配です。君が自分を責めて隠れて泣くのも君らしいと言えばそうだね。風が笑ったらこの葉もクスクス笑い、達人の道は地方活性の達人、全国の女子アナたちが地元 PR やえりすぐりの一品を紹介するため羽田空港に集いました。